粘液細菌は土壌細菌の一つで多細胞的な行動を起こすグラム陰性の新生細菌である。グラム陰性、後期従属栄養性。弁護はなく、滑走による移動能力がある。高度に社会的な性質を持ち、多数の細胞が強調して、細菌、植物遺体を捕食する。増殖は栄養状態が良いときは単純に二分裂で増えるが、木が 個体密度増加、光照射などの刺激があると1から100万もの菌が集合し0.1から0.5ミ、mm、リメートルほどの個実体と粘液放子を形成する。この個実体は種により色、形などの特徴がある。一旦個実体を形成すると数十年の保存が可能である。栄養状態が良くなると、再び栄養細胞を放出して元に戻る。生育環境や、 生活感は細胞性年金に似たところがある。代表的な趣味キシコカスザンサスは比較的詳しく調べられている。いくつかの生理活性物質が発見されている。ゲノムサイズはのき並み900万 BP を上回り、解析済みの幻覚生物の中では最大規模である。2014年に報告されたミニーシスティスロセアの ゲノムサイズは1604万 666BP 66と新核生物である出芽酵母を上回っている。ORF は14018箇所で出芽酵母の2倍を超え、動物である黄色症状倍すら超えている。 abcdhathttps コロンスラッシュスラッシュ www.kegg.jp スラッシュ kegg-bin スラッシュ小 o ー g a n i s m org=mrm イコールありがとうございます。